シテルフリートアンデルセンの着色写真、高保島シテルフリートアンデルセンは、ライムントフォンシティルフリートとヘルマン・アンデルセンが横浜に設立し、1876年から1885年まで営業していた写真スタジオである、日本写真社とも称した、職人の着色による肖像写真と風景写真で知られる。 またフェリーチェ・ベアートが撮影したネガも引き継いでおり、プリントを販売していた。オーストリアの貴族であるスティルフリートは、1860年代の初頭から中頃にかけ、少なくとも二度日本を訪問しているが、1868年から横浜に居住し、そこでベアートから写真を学んだ。1871年8月には、写真スタジオスティルフリード &CEO を設立。 1875年にはアンデルセンが入社し、翌1876年からは二人の共同経営でシティルフリートアンデルセンが設立された。会社はまた日本写真社とも称しており1875年にはその名前で登録されている。1885年まで双方の名前を適宜使い分けていた。1877年にシティルフリート アンデルセンはフェリー・チェベアトンのネガを購入、シュテルフリートの作品と合わせて、その年に日本の風景と装束を出版した。二人の共同経営は法的には1878年に解消されたが、アンデルセンは会社の名前を使い続けた。その後両者の間、さらにはシュテルフリートの兄弟まで巻き込んだ法廷闘争が繰り広げられた。 1885年に草壁金兵衛がシュティルフリートのオリジナルネガの一部を購入。1880年から1890年の初めにかけて草壁が出版した写真集にシュティルフリートの撮影した写真が使われている。1885年、シュティルフリートアンデルセンは最終的にアドルフォ・ファルサーリに買収されたが、その時には二人ともすでに 日本を離れていた。1886年2月、ファルサーリのスタジオは火災に遭い、その際にシュテルフリートアンデルセンのネガも燃えてしまった。リステッド・イン・ザ・ジャパン・ガゼット、本リストディレクトリオブ1875、ガー・トリン14、142 18、181、ありがとうございます。